それおそろやん、色は。そう。え、色は誰なんだかんだ買ってるか。かわいいよね。うん、これめっちゃお気に入り。ね。リックティの方、タイトな方。うちタイト。一緒ですね。タイトです。はい。あ、だからビッグティーもめっちゃ着やすいで。T シャツはね、結構買ってるから。ああ。最高。何でも出すよね。パーカーも帽子も短パンも何でもあるんで。見てる人は。ね、短パン欲しい。あの短パンやばね。はい。じゃあお着替え、あ、お色直し終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。次いきます。ああ。ん？ね？今何かおった？豚みたいなやつおった。豚？豚言うな。うん。今豚おった。豚2匹いるか。うん、ほんま。とりあえず次行きます。はい。対戦するのが楽しみな他のチームの選手は？やっぱ一緒に、なでしこでやってた選手は楽しみ。もうサメちゃんとか、キングとかもそうだし、アンチとか、キングさんとか、クちゃんとか、ルミとか、イワシも、みんな楽しみ。全員言ってくれました。そう。ほんと仲いいね。すごい。楽しかったね、この間も。楽しかったね。あっという間だったね。ほんま。ね、じゃあね、はい、以上、どうぞ。仲いいし、みんな誰に聞いてもそのメンバーのこと言うなと思って。ほんと？はい、サメちゃんもメグさんに入ってましたよ、メンバーの。ほんとに？はい。ほんと。次、あ、Bリーグですごいと思う選手は？最近だと、藤野さん。すごいよな。上手だよね。うん、やっぱ、堂々としてるなと思って。賢いし、なんか、若いのに。うん、19歳とかやの？多分そんぐらいかな。ちょっと注目している。なるほど。名前けどね。あそこら辺のこうベレーザの若い何人か上手い子めちゃくちゃいますよね。いる、上手。めぐみが一番上手いよ。でも追いぼれてるから。うちは忘れませんよ、めぐさん。え、あのヒールリフト。また出してくんのそれ。はい、もうあのここに出ますから。出てます、出てます、横に。あれはね、でもね、いい思い出だよ。ありがとうございます。もう光栄です。毎回登場させてもらってありがとうございます。こちらもありがとうございます。はい、次いきます。 Bリーグに今後期待することは？やっぱ外国の海外の選手来てほしいな、もっと。もうそれみんな言うね。言ってる？みんな言ってる、うん、やっぱ出てっちゃうのが多いから、代表選手とかじゃなくて、逆にそういう代表クラスの外国の選手とか来たら面白いんじゃないかな。間違いない、間違いない、ね、見たいって思うでな、そしたら。思うよね、絶対。もっと見たいって思う。ね。じゃあ、その外国人選手が来れるようにするためにはどうしたらいいと思う？そう。やっぱ、Bリーグのレベルアップと、日本のサッカーの楽しさっていうのが伝わらないと来ないのかなって。あとは環境もかな。うん、もうちょっとね。課題がね、多いですよね、Bリーグ、ちょっと今ね。ね。またこれからね。これから。今声入ってなかった。あ、誰？うち？二人に豚の声が入ってた。豚言うな。今言うじゃん、豚の声。これから良くなっていくといいよな。ね、ちょっと加工気味だからね。盛り上げていきましょう。遊び心で。遊び心で。そしたら、めぐみ、これからはプライベートモードに入るから、テイストチェンジってやって。あ、オッケーオッケーオッケー。はい。では、テイストチェンジ。でいきます。ナホとの思い出エピソードは？そんなにないんだけど、みんなよく知ってるあのクッキーを作ってる横でいつも生で食べてた。生？めっちゃ怒られてた。焼く前ってことですか？焼く前めっちゃうまいんだよ。え、やばい、これはレアすぎる。いや、私食べれないからね、絶対みんな。すごい。え、ちょっと待って、食べたことない、生は。お腹壊すかもしれないけど。お腹壊したことある？ない。でも気になる。そんなうまいんや。うまい。焼いたときよりうまい。それは怖い。マジかよ。明日今度やってみて。うん、わかった。めぐみ、ジーニアスが見えないよ。はい。そう。オッケー。次行きます。はい。10億円持ってたらどうする？とりあえず使いまくる。何でも使う。例えば何すか？車も買いたいし、家も買いたいし、いろんなとこ行くでしょ。黙ったら多分使っちゃうから貯金します。絶対使っちゃうから。あるだけ使っちゃうから。へー、意外。そこつきてまうやん。ついちゃうついちゃう。10億あっても。相当ですよ、10億は。結構使わないと。無理よね、絶対、うん、
いやでもいい、意外な一面、豪快な一面が見れた。そう、うん、なんかイメージないです、そんな貯金できないもん。最高、人生を謳歌してる。うん、遊び心。はい、次いきます。好きなタイプ、好きな仕草は。無言が平気な人。え、声聞こえてる？聞こえてます。仕草ありますか？仕草は別にない。そうですか。うん、無言が気まずくならないといい。じゃあ、アスとかどうですか？無言気にならなくないですか？アス、全然無言だったよね。うん。一緒の部屋とかでもね。うん。全然。じゃあ、タイプだ。ほら。ほら、わからん。ワールドカップの時には一緒の部屋って。え、あ、そうなの。そう、うん。いや、気使わなくてもいいってことですよね。無言でも気使わずに、こう、入れる人ってことですよね。そうそうそう。大事、大事。はい。次いきます。愛とお金どっち派？金。即答。お金でいけないもん。お金の即答初じゃない？初。え、そう、お金選ぶ人はおんねんけど、うん、悩みに悩んでみんなお金を選ぶやんか。うん、でもめぐみみたいに即答する人はマジで初めて。お金はないとね。でも愛も必要や。あ、必要だね。でもお金ないと。お金がないと愛も成立せえへんと。そうそうそう。最高。でいきます。自分自身のことを変えるなら何を変える？やっぱ面倒くさがりなとこは変えたい。変えたんや。うん、もうちょっとアクティブにね、行動というかいろいろできたらいいなとは思うよ。うん、やっぱ面倒くなっちゃうんだもん、いろいろやってても。ダンスとかオフとかめっちゃいろんなとこ行くじゃん。うん、今日そこにいたのに もうそこみたいな、違うとこいるじゃん。うん、多分面倒くさくなっちゃうわよ。え、でもさ、誘われたらさ、もう行こうってなるやろ。なるけど、あんな毎日は動けないと思う。多分間開けてじゃないと無理。それ金賀さんも言うとったわ。嘘。間で休憩が必要って言ってた。そう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 。長老はそうみたい。変わんないじゃん。誰がいい？ナホミ先生長老だけど、すごいやん。確かに。すごい真逆。ほんま。うん、面白いね。次いきます。部屋にある一番お気に入りのものは？麦餅。はい、麦餅登場でーす。登場お願いします。麦いないから、多分寝てるどっかに。もっちゃん。もっちゃん、でかいじゃん。わ、違い聞きたかったな。かわいっしょ、このブーブーがね。タイミー最高、癖になるわ。超かわいい。みんなさ、ブーとかさ、かわいい系買うとか。うん、かわいくない？ブスで。最高。マジ、麦ともっちの違いわからん。あとで麦。いでもね。麦たん入れ替わっちゃった。麦たん、麦たん、はい、麦たん。あ、確かに違うかも。ちょっと違う。顔のデカさも違うし、ほら、確かに、結構違う。違う。うわ、同時に映ってほしい。うん、なんか麦の方が垂れ目かも。そう、そう、あ、あ、垂れ目だね、確かに。やばい。もっちゃんおいで。もっちゃん。おいでおいで。おいで。来た来た来た。もっちゃん来た、もっちゃん来た。はい。いやー。おお、もう。最高。かわいい。マジ最高。最高のショットありがとう。これサムネを。決まり。ありがとうございます。かわいい。はい、最高の宝物を紹介してもらってありがとうございます。じゃあ、こっちは。もち。正解。しょ。じゃあラストいきます。はい。10年後何してる？何してるかね。サッカー。まあサッカーしてたいけどね。動けんなら。ね、ちょっとした遊びとかそういう感覚でも。できるよ。ニート。ニート。10億円手に入れましょう。入れる。そしたら今。最高。じゃあラストやねんけど。うん。A チャンネルの視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。まあ、A チャンネルはおそらく B リーグとかサッカー選手の相当豪華な選手たちが集まってすごい面白い話をたくさんしてくれてると思うので、ぜひみんな見てください。ありがとう。ありがとうございます。そんでな、おまけやねんけどな、おまけ、うん、A チャンネルへのご意見ご感想、明日秘書へメッセージ。でもこういう
動画配信っていうか、そういうエースチャンネルとか、そういうのって、そういう女子サッカーを知る機会で、なかなかそういうのをやってくれてる人っていうのが少ないと思うから、ぜひ何年も続けてもらえるようお願いします。頑張ります。ありがとうございます。めぐみの試合見てね。ハッピーバースデートゥーミーって言って。今？うん。いいの？いいよ。ハッピーバースデートゥーミー。おめでとう、おめでとうございます。でもね、やんなくていいんですよ、ベグさん。そんな無茶ぶりやんなくていいんすよ。最初から言ってよ、だったら全部やったわ。ありがとう。いやだからこれは素顔を見せるなんで、ベグさんは何でもこんなアスナの無茶ぶりも答えてくれる優しい先輩だってことですよ。そう、そうだよ。